小田さん、切らしちゃうとすごく不安になっちゃうスキンケア用品ってあります？ありますね。教えてほしい。教えてほしいですね。ちょっと小道具持ってきていいですか？小道具、はい、どうぞどうぞっていうか、はい、お願いします。わかるんですけど、リュックなんですね。あ、もう持ち歩いてるんですか？もういつも持ち歩いてるんですよ。で、まあ、どこに何が入ってるかわかんないカオスなリュックなんですけどただ、あ、入ってましたね。本当にやらせじゃない、やらせじゃない、やらせじゃないのはわかると思います。俺ね、もうね、冬の季節ね、これがないとね、多分パニックになる。こんな感じで一番ないと困るのはやっぱこれですね。まあこれ4本も1箇所に入れといて意味があるのって話なんだけどないと思うとやっぱこれがないと本当に嫌かな。キュレルもやっぱり嫌なんだけど、はい、でもキュレルってマッパになってつけるものじゃない？まあまあまあ、そう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 ですね、うんうん、お風呂に入ったお風呂上がりとかにつけるんだけど、それはなくて困ったっていうのはないし、家に行くと大体10本ぐらいストックしてあるので、今6本目を使ってるので、あ、もうやばい、使わなきゃ、買わなきゃと思ってチャチチャチ使うから、それは全然大丈夫なんですよね。リップクリームは本当に嫌ですね。ないと絶対買う。でコンビニとかで1本300円とか400円とか売ってるじゃないですか。高いですよ。あれっていい商売してるなと思うよね。俺みたいな絶対買うもん。松清とか行くと3本セットで100円とか2本セットで安い。すごいです、うん、コンビニはリップクリーム難民をターゲットにしてやばいやばいやばいってなってる人にあるよ、うん、じゃあ仮にですよ、仮に今家に帰ったらキュレルが0本になってましたってなったらやばいってなります。そういう状況はを作らないようにしてること自体がやばいと思うんだろうね。でもキュレルがなくなっても代用品はあるので使いづらいけどね。ウレパール軟膏とか薬局に行けば売ってるので、そういう、まあ薬局に行けばキュレルも売ってるし、薬局っていうかお薬みたいな、なんかお薬を常備されてるし、ああ常備してます。セロガンでございます。電車乗ってる時、そういう時に限ってトイレに行きたくなるんですよ。あ、人生の中で一番辛いのことって、はい、トイレに行きたいけど行けない満員電車っていうのが一番辛いと思うんだよね。もう想像しただけでこう心拍数が上がってこう意識が遠のいていきますからね自宅になんか必ず常備してるものってあります？常備してる、医薬品だったらロキソニンとか、あとは花粉症の薬とか、あと血圧の薬はね、もうそれはもう日常的に飲むので、それくらいかな。ちょっとこれをね、ちょっと取ってみたかったんですよ。はい、そうそう、ちょっと4つも出てくる。俺も4つも出てくるとは思わなかった。5つ目探そうか。あるんじゃないどっか、わかんないけど。あ、出てきた、5つ。うわ、出てきた。陽気だね。いや、ちょっとやりすぎですよ、これは。